福島第一原発の処理水放出をめぐり、韓国政府は放出される水の呼び方について、現時点では汚染水と呼ぶのが基本的立場だという考えを示しました。韓国政府は処理水放出に関連した10日の会見で、放出される水を汚染水と呼ぶのが政府の基本的立場だと説明し、引き続き処理水ではなく汚染水と呼ぶとしました。その上で、IAEA の報告書にも様々な表現があり、適切な翻訳をするのがいいとも述べ、メディアなどが場合により処理水と呼ぶこともあり得るという考えを示しました。一方、恣意的解釈や特定部分を強調する呼び方は適切ではないと述べ、一部反対派が使う核廃水などの呼び方は根拠なく国民に不安を与えるとして不適切だと指摘しました。